兄さん、兄さん。ん？ハノイ大学には、日本語ができる人がいっぱいいるみたいですよ。え、そうなの？うん、え、じゃあちょっと話聞きに行ってみようよ。うん、行ってみよう。あ、すいません。日本語話せますか？あ、ちょっとだけ。あ、ちょっとだけ。あ、ちょっとインタビューしても大丈夫ですか？はい、いいです。あ、ありがとうございます。お名前は？ゴアンと申します。私はリンと申します。リンさん。うん、私はバンと申します。バンさん。ヒューです。ヒューさん。ズーンと申します。ズーンさん。はい。あ、ズーンと申します。ズーンさん。はい。今、何歳ですか？あ、今、22歳です。20歳です。今、21歳。21歳。20歳です。20歳。うん。若いですね。23歳です。23歳。どうして日本語を勉強し始めたんですか？私は、小さい頃から、なんか、ドラマとか、漫画とか、大好きから、高校入った時、日本語を勉強したいと思いましたから、日本語を選びました。私のお姉さんが、今、日本会社で働いていますから、日本の会社で給料は高いんです。から、私が日本語学部をにしました。あ、なるほど。私が高校からアニメと漫画とか、日本の文化が大好きですが。日本語はどれくらい勉強しましたか？5年と思いました。今年までは私6年間ぐらい勉強しました。本当ですか？はい。あ、私はなんか3年間ぐらいです。3年間。はい。日本に行ったことはありますか？行ったことありません。日本に行ったことがあります。日本に行ったことがあります。どこに行ったんですか？東京と大阪、京都、青森と神戸に行きました。旅行ですか？あ、いや、見学のため。へえ、どうでしたか？日本はすごく楽しかった。行ったことありますか？いや、日本に行ったことないです。ないですか？行きたいですか？はい、行きたいです。もうすぐ6月に日本へインターンシップします。インターンシップ？どこに行けますか？兵庫県。兵庫県。ああ。イエマラです。行きたいですか？もちろんです。行ってみたい都市はありますか？日本の。京都とか、東京。いや、行ったことないですけど、でも5月、うん、まあ28行きます。日本に行きます。それは留学ですか？はい、交換留学のプログラムです。あ、行ったことないです。行ったことない。はい。行きたいですか？はい、行きたいです。なんか、今年の9月、なんか留学します。あ、本当ですか？はい。ちなみに好きな日本食とかってありますか？ラーメンかな。ラーメン。ラーメン。ラーメン。あ、やっぱりラーメンなんですね。たこ焼き？たこ焼きが大好きです。日本語でこんにちはの言い方3つ教えてください。こんにちは。はい。こんばんは。おはよう。あ、いいですね。おはようございます。うん、あ、こんばんは。うん、こんにちは。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 おす、ハロー。ハロー。おー。こんにちは、こんばんは。おはよう。おはよう。おはよう。OK です。漫画の名前を3つ教えてください。ナルト、ドラえもん、コナン。ドラえもん？コナン。ワンピース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 。名探偵コナン、ドラゴンボール。ドラゴンボール。鬼滅の刃、ハンター×ハンターと、なんか4月は君の嘘。私は、直撃のソーマと、バイオレットエヴァガーデンと、呪術廻戦。日本で鹿がたくさんいる地域があるんですけど、それどこの地域かわかりますか？鹿町？あ、奈良ですか？あ、奈良です。残念、知らないです。知らないです。奈良です。正解！すごい！はい、奈良です。これでインタビュー終わりになります。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。バイバーイ。ご協力いただいたので、こちらを。ズモリから。はい。ありがとうございます。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。鉛筆と、あと、オンライン授業の、クーポン。そう、割引券入ってます。ありがとうございます。はい、ぜひ使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。
インタビュー協力してもらったので、これオンラインレッスンの 10% 割引券、はい。と、鉛筆、ね。鉛筆ですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。また、はい。ありがとうございます。